あ、アイちゃん？うん、今立ち上げてる。こういうの乙女ゲーって言うんでしょ？タイトルは、戦国バチバチ恋伝説？略してバチ恋か。うん、すぐやる。から、うん、今から始めるよ。ちょっとシナモン、チュートリアル見えないじゃない。あ、すまんのである。戦国時代風の異世界に召喚された伝説の巫女が主人公なんだって。いつまでやっておるのか。そろそろ本番を始めねば日が暮れてしまうのである。じゃあ、まあとにかく始めてみるよ。であるか。まずは。でも小娘、パッケージに戦国武将風のイケメンと大恋愛するゲームと書いてあるぞ。お主、大丈夫であるか？そういえば、甘いセリフの連続でバチバチ脳に来るって愛ちゃん言ってたな。甘いセリフって、お主はまだ色気より食い気であろうが。あ、おせんべい食べながらやろうっと。ほら、いきなり食い気ではないか。それにしても現代人、どんだけわしらの時代が好きであるか。テレビから漫画、ゲームまで、何でも戦国ではないか。駅前にはスナック戦国や戦国洋館まであるのである。行くよ。行ってらっしゃい。ほう、登場人物は4人であるか。織田信君、どこぞで聞いた名であるな。次が伊達政やんと武田の信ちゃん、最後が上杉健太か。なんだか身近な名前ばかりなのである。愛ちゃんのメモによれば、ハーレムモードがおすすめらしいよ。は、ハーレムモード？なんであるか。それにしてもこいつら4人とも髪型以外だいたい同じ顔をしておらんか。恋愛ゲームというが、誰を選んでも大差なかろう。つるっとした面をしてひげもない。こんな男は戦場では通用せんぞ。敵に舐められる。こんなわらべのような男が今時の流行りなのか。嘆かしいことである。お、来るよ。まず織田信君だね。おお、他人とは思えん織田信君、頑張れである。そこの女、俺の女になる。生涯離さんぞ。絶対幸せにしてみせる。小娘、顔が赤いぞ。ゲームごときで照れてどうする。おお、次は伊達政やんであるか。君に美しい欧州を見せたい。な、一緒に笹かまぼこと牛タン食べようぜ。あそこのシュートには気をつけるのである。毒を盛られるぞ。あ、今度は武田のしんちゃんだな。泣きたい時は俺を呼べよ。いつでもお前と一緒に泣いてやるよ。こいつの口車に乗せられるな。戦国一の大嘘つきである。で、最後が上杉健太であるな。大丈夫だ。俺はお前のためなら好きな酒も断つし、喧嘩もやめる。一生お前だけだ。誰よ、誰。何の脈絡もなく一方的な禁酒宣言。まともとは言えん。知らんの男なんぞやめておけである。はあ、すごいね、濃いね。みんな熱心だよね。でももし光秀さんが。出た、光秀。悪い予感が。こんな熱いこと囁いてくれたら素敵だろうな。君を離さない。絶対に離すものか。一緒に飲む牛乳は最高だね。ご覧、ドッグランもキラキラ輝いてる。泣きたい時は泣いていいよ。ただし僕の前だけでね。牛乳より君が好きだ。溶けちゃい
小娘よ、妄想もええがな、この男実は牛乳とわしにしか興味がないのであるぞ。手遅れになる前に早う気づけ。めちゃいだ。